こんにちは、あみです。今日はこれからエレバンの日本食料理店のプレオープンに行ってきます。ちょっとだけドレスアップしてます。はい、じゃあ行ってきます。爽やか。日陰は結構涼しいですね。なんかまたちょっとこの辺は雰囲気が違いますね。かなり繁華街です。すごい。素敵。プルプルしないようにって思って乾杯。乾杯。乾杯。すごいな。あれ作ってるのか、自家製のどこに。あ、これのことだと思います。すごい。なんだっけ、韓国の。あ、確かに。すごい久しぶりのお寿司。ギリシャではマサ、父さんに教えてもらったマサ、マサを食べたんです。うん、甘い、うんうん、マグロが美味しい。これ何ですかね。これサーモンっぽいですよね。ネギトロみたいな。ブロサーモン。あ、トロサーモン。うん、美味しい。もう一軒に行った方がいいかな。なんか白身魚っぽい。白身っぽいですよね。何の魚か分からない。美味しいです。美味しい謎魚。謎の魚。謎ですね。うん。でも癖がなくて美味しいですよね。逆に食べたことないかもしれない。うん。こっちで取れる魚かもしれないですね。生じゃちょっと炙ってある。ああ。確かに。巻きで、これマグロかな。マグロとクリームチーズみたいな感じです。これは卵ですね。厚焼き卵が入ってます。これタデかな。タデどれ。これはうなぎかな。こっちはすり身。いただきます。
I've seen beers from other shit, like these Armenian beers in Japan, and they make it different, like with Armenian taste. Yeah, they run out like me. わ、親子になってます。久しぶり。美味しい。サーモン美味しい。わ、イカとイクラかな。意外と珍しい組み合わせかもしれない。アスパラも入ってる。うん、美味しい。うなぎが入ってる、これ。超美味しい。なんかお花とかフルーツが入ってるのが上がるのがすごい美味しい。桃トイレです。すごい。トイレがすごいこだわって作られてる。ウォシュレットです。海外ではすごい珍しい。面白いですね。デザートが来ました。なんだろうこれ、初めて食べる。何味なの？アイスクリーム、バニラとさっき奥さんが引いてたいいかな。この天ぷらは何かな？リンゴだ。美味しい。はい、今帰り道です。寿司何皿だったかな、7、8皿ぐらいプラスおやつを食べて、もうお腹がいっぱいです。美味しかった。私いつだ、最後にお店でお寿司を食べたのが本当に日本以来なので、3年以上ぶりにちゃんとしたお寿司を食べれて、すごく美味しかったです。今住んでるジョージアにはお寿司が食べれないことはないんですけど、日本人経営のお店とかがないので、コーカサスで初めてみたいな感じのことをおっしゃってて、はい、なので本場のお寿司を久しぶりに食べれました。はい、じゃあ今日もご覧いただきありがとうございました。また。